がだーっと復元できないものかという性格もありますもんですから、性格がちゃんとあるのかどうかということを確認するために持ってみましたが、ちょっとこう盛り上がりがありますよね。で、氷土といって現代の土、これ作物とかを取っ払うとこういう状態になったんです。なので、あ、水垣だと思って、最初は思ったんですけど、ただちょっと土がですね、水垣だと当然当時の人が土を積み上げてって積み上げてってっていう、まあ半畜ですよね、をしていいと思うんですけど、どうも土がですねそれっぽくなくて、なんかいまいちだなと思ったので、西側をズバーンと立ち割ってみたんですよね。そしたら水垣ではなくて、盛り上げたものではなくて、こう掘り込んだものなんですよ。掘り込んだというですね、高まりはなぜかわかんないですけど、高まりとして残ってるんですけど、あの溝なんですよね。こちら側に一度掘られていて、大きな溝があって、それにももう一段階前にもう一回掘られていて、もう一回掘られて2時期ぐらいあの掘り直しをしてるんです。なので追垣のように見えた高まりは追垣ではなくて、溝が埋まった後に何かがこういう形で残っただけだということ。なのでここのところでは追垣の痕跡は見つかってないんです。その代わり溝が見つかったということで、なので、まあ考えようによっては、もともとは追垣があったんだけれども、追垣がそうですね、200年かそこらで崩れてダメになっちゃった後に溝を掘って溝を区画の代わりにしたというような考えもできるのかなというふうに考えています。で、今これだけではちょっとわからなかったので、こちらにまた新しく掘ってますけれども、あの昭和49年の調査でそこが掘られてあったところを再調査しました。で、当時はそこにやっぱりあそこにドーンって高まりありますけれど、あれが追垣だというふうに報告されてたわけですね。ところが掘ってみると、やっぱりこちらと同じ状況で溝が掘られていて、どうも追垣の高まりではないというように、今考えている。ただ微妙に下の方に追垣っぽいなっていうのもあるんですけど、ちょっと今後の調査まだ続けていきますけれど、なので追垣がずーっとあったかっていうのがちょっと今証拠が見つからなくてですね、まあ、あと向こうも掘ってますけれど、やっぱり確実に追垣の繁殖していった土を盛り上げていったっていうところが残ってないんですよね。ただ後でそこ、あの今日別に開けてないんですけど、高まりとしては残ってるので、それがもしかしたらこの追垣がずっとあった痕跡がずっと高まりとして残ってたのかなっていうのは言えると思うんですけれど、もしあれですら最後ご覧になっていただければと思いますけど、あの今後よくよくちょっと検討していくところです。はい、もう何メートル、 1. 点何メートルありますので、で、一番下の方に積もっている、あのちょっと砂っぽい黒っぽい土があるんですけど、例えばこういう土とか、これですね、これとか、こちらから見るとこの土です。この土が、あの浅間山が爆発というか噴火か、噴火した軽石が積もってちょっとかき回された地層なんですよ。でその浅間山の噴火が1108年に噴火してて、それがこの低い方で見つかっているということで、なので、浅間山が1108年で噴火した時には、その時の地表面というのはこう低い、特にこの辺だと予想というか、かなり降った状況に近いところがありますけれど、この位置の時に浅間山は噴火してきているということで、国分寺の当時、ここはちょっと谷地形だったんだろうなと今考えてるんです。お寺というと、なんとなくしっかり整地をして平らに作って建物配置してっていう風に、まあ、考えがちで、私も考えてたんですけど、どうもこの辺掘ってみると、ずっとここだけ谷地形で、まあ東に行けばまた上がって元に戻りますけれど、これがこの方向ですかね、北西から南東方向に向かって細い谷がずっと入ってるんです。で、
こちらでちょっと締め締めちゃってますけど、あそこももう 1メートル50ぐらい下がりますので、なのでもともとこの辺の南東部は谷地形で、ってことは当然建物配置するような場所ではなくて、何かしら畑だか薬草園だか分かりませんけど、そういうような場所だったんだろうなというふうに考えています。でさらに谷地形がおそらくずっと続いていくので、向こうでずっと追掛けをちょっとしてましたけれど、この谷地形に対してどうやって追掛けが作られてたのかなっていうのを知るためにもちょっと追掛けの調査を続けてるわけですけど、ちょっとまだなかなかわからないです。それから一番奥に、
ただそれもやっぱり根拠があまりなくてですね。で、私はどちらかというと、こちらの今残っているこの農道といいますか、この道路が水垣の痕跡なんではないかなというふうに今考えているんですけれど、ちょうどこの溝がその道路に並行するという方位があってくるので、東の水垣自体は見つかっていませんけれど、この方位の関係からやっぱりこの道に東の水垣があった可能性は高くなるんだろうというふうに考えています。ただこれがずーっと行くかというと行くわけではないんですけど、また東の門まで伸びていくわけではないんですけど、まさかこの部分に、水垣に沿うような溝がおそらくある。というかここになんか水垣があったので、この軸で特に東側が深くしっかりここ掘ってるんだというふうに、はい、考えています。